超初心者のゼロから始めるブログ作りは今回で2回目になります。今回はワードプレスの初期設定を行います。今回もブログと連動していますので一緒にご覧いただくとわかりやすいと思います。ブログサイトはこちらになります。前回の超初心者のゼロから始めるブログ作り1から進んできた場合は 独自 SSL の設定は完了していますが大事なところなのでもう一度確認しておきますまずは X サーバーのサーバーパネルにログインしてくださいサーバーパネルの右上にあるドメインの SSL 設定をクリックしますドメイン選択画面になりますので独自ドメインを選択します SSL 設定画面で 独自 SSL 設定追加タブをクリックします。すでに独自 SSL が設定されていますとなっていると思います。もしなっていない場合はここで設定してください。それでは Wordpress にログインして管理画面にアクセスしてください。お気に入りに登録してあればそこから。もしもわからなくなってしまったら サーバーパネルのトップページに戻ってください。サーバーパネルの下の方にある Wordpress 簡単インストールをクリックしてください。ドメイン選択画面で独自ドメインを選択します。管理画面 URL をクリックします。Wordpress のダッシュボード画面になります。このページは頻繁に使いますのでお気に入りに登録しておくといいと思います。サイドバーの 設定にマウスを持っていくと設定項目が出るので一般をクリックします。ここでサイトのタイトルを変更することもできます。キャッチフレーズは空欄でも大丈夫です。SSL 設定で S がつきましたので HTTPS に変更します。URL は2箇所とも S をつけます。できたら変更を保存してください。 次は http にアクセスされた場合 https にリダイレクトする処理をしておきます。x サーバーのサーバーパネルを開きます ht アクセス編集をクリックして独自ドメイン名を選択します ht アクセス編集タブをクリックします設定を間違えるとブログにアクセスできなくなることもあるので枠内の内容を全てコピーして メモ帳などに保存しておいてください。この内容を戻せば復活できます。ちなみにメモ帳は画面左下の Windows マークのスタートボタンをクリックすると Windows のアクセサリーの中にあります。わかりやすい名前をつけて保存しておいてください。コピーの保存ができたら上の4行をコピーして文字列の一番上の部分に貼り付けてください。 できたら確認画面に進み実行してください。これでリダイレクト完了です。ダッシュボード画面の設定、パーマリンクの設定を選びます。パーマリンクは投稿ページなどの URL 名になります。ここで言うと、星のブログ .com スラッシュ〇〇の〇〇の部分になります。例えば、 星のブログ .com の後に来る名前ですが1とか2とか日付では何のページかわかりづらいのでページを作った時にわかりやすい名前に後で変更できるようにしておきますまずカスタムにチェックを入れます下にあるポストネームをクリックすると空欄にポストネームが入力されますしかしこのまま保存すると投稿名に チェック名が入ってしまう誤作動があります。その場合は、ポストネームパーセントスラッシュの最後のスラッシュを削除して、ポストネームパーセントとして入力してください。これでカスタム構造にチェックができ、保存できます。今のところはわかりづらいかもしれないので、動画で説明するとこのようになります。 カスタム構造にチェックを入れ、下のポストネームスラッシュをクリックすると、カスタム構造の枠の中にポストネームスラッシュが入力されますが、その状態で保存すると、上の投稿名にチェックが入る誤作動があるので、ポストネームスラッシュの最後のスラッシュを削除して、 保存します。ポストネーム%。こんな感じです。そうするとカスタム構造で保存されます。以上で Wordpress の基本設定は終わりです。次回はテーマ刻印のインストールになりますので、ぜひご覧ください。